こんばんは、ひづきチャンネルへようこそということで、今日はちょっと喋りたいなと思います。最近喋り動画あんまりなかったかなとは思うんですけど、ライブのやつとかね、差し込んでましたけどね。今日は、ちょっと珍しく、時事ネタをいきたいなと思います。先日ね、電脳減災会、ボリューム16ありましたけど、まあ、その中でね、ライブハートのね、ボーカルのアキラさんにね、まあ、そういう社会的なネタを、MC で喋ったりするので、すごい気に入ってもらえたので、まあ、極力ね、時事ネタとかは控えとこうかなと、思ってたんですけど、まあ、やっぱり、せっかくこうやって YouTube やってるんでね、思ったことを、ちょっと発信していきたいなと思います。またね、あまりね、右とか左の話するとややこしくなるので、誰もが文句言えないような、人権問題とかね、人道的な話をね、中心にいきたいと思うんですけども、まあそういったところから、今日話しようと思うのは、トンガの、噴火ですね。まあ状況とかね、皆さんもご存知だと思いますけど、すごい被害がね、出てます。まあ日本から、しっかりと支援してあげないといけないんではないかなと思うんですけども、岸田さん何も、打ち出してもないですし、もう本当に、まあ、ちょっとだけ文句言うと、もう岸田さん何にもしないですね。まあ、最初様子見で思ってたんですけど、まあ、もうそろそろ批判しだしてもいいかなとか思ってね、やっぱ安倍さんとかね、菅さんとか、何でもどんどん進めていったんですけど、もう岸田さんは多分昔の一番悪い自民党の何もしない、表面作ろう、次に、先送りみたいなね、もうその申し子かなと思うんで、まあ、ちょっとこれからはチクチクやっていこうかなと思うんですけど、まあそれはちょっと置いといて、トンガの話に戻しますね。トンガっていうのは、とても、昔から親日国の中でも、とりわけ親日っていうね、そういう国です。まあ、ちょっと調べたんですけども、東日本大震災の時もね、一番たくさんの現金を送ってくれたのが、トンガだということで。でね、トンガっていうのはね、人口10万人ぐらいの、国だということでね、聞きました。ね、10万人ってどれぐらいかっていうのをね、ちょっと調べてみたんですけどね、大阪で言うとね、八尾市が12万6,000人です。だから、八尾市みたいな、八尾市規模の、国です。はい。まあ、そういうね、小さな国なんですけど、太平洋の、島の中で、まだ、王政が残ってる、唯一の国らしいです。まあ、王様がいてるんですけどね、その王様と、皇室と、結構、つながりがあったりとかしてね、まあ、そういったところも、親日につながってるというのをね、聞きました。それでね、もちろん、災害のね、支援っていうのは、いろんな、ものが立ち上がってますんで、まあ、詐欺でなさそうな、しっかりした公のところにね、皆さんぜひ協力してほしいなと思いますし、まあ、俺もね、何か協力できることがあればと思って、今考えているところです。まあ、そういったところもあるんですけど、ちょっと今日はそういうのを話も、置いといてですね、このトンガが、中国に狙われているっていう話を、します。中国がね、発展途上国に資金援助とかしてね、まあ、例えば港を作ったりとかしてね、まあ、その分、債務、借金になるわけですけども、中国に借金をして、港を作って、そしたら、その借金が返せなくなって、結局中国がその港を乗っ取る、という、だから、100年ぐらい借りるという名目でね、もう乗っ取るという、そういうことがね、各地で行われてます。スリランカとかでもね、もう港を抑えられてますから、もう各地に中国の港があるっていうことはね、中国の、軍艦がそこに、駐留できるっていうことなんでね、結構やばいことなんですけども、まあ、そういうのはね、普通はね、発展途上国に、まあ、お金を貸して、まあ、返せなくなったら、まあ、ちょっと、まあ、免除したりとか、支払いを緩くして、発展するのを手助けして、それで、しっかりと GDP とか上げてもらって、で、その GDP が上がったら、たくさんまた返してもらえるっていう、そういう流れが普通なんですけれども、中国は貸しといて、返されへんのやったらこれよこせっていうんで、ね、港よこせとかね、鉱山よこせとか言ってね、そうやってぶんどっていくんですよね。だからまあ、闇金の世界ですよね。もう返せないって分かってる人にお金貸してね、身ぐるみ剥いだりとかね、まあ、臓器を抜いたりとか、まあ、そういう話です。分かりやすく言うとそういう話を中国はあちこちでしてるんですけども、どうやらトンガもね、発展途上国なんで、やっぱりお金がないので、対外債務が、210億円あるようです。その3分の2をね、中国が、貸してるということで、非常にやばい状態です。特に噴火ありましたからね、もうしばらくはもう、絶対に国を立て直すところが中心になりますから、この借金とか滞るんですけどね。そしたら、また、トンガのね、島一つ、中国がぶんどっていくとか、まあそういうのをやるんじゃないかと思ってね、とても心配してます。まあせっかくの親日国ですしね、さっき言ったみたいに、トンガっていうのが、八尾市と同じぐらいの規模です。ということは日本の国から考えるとね、もう GDP 的にも、全然、援助なんか、丸がかいでもできるぐらいのね、経済規模の、国なんですけども、それをしてあげないと、まあ、日本の安全保障的にも、問題だなと思ってね、ちょっとこれをみんなに知ってもらいたいなと思って今日話してます。210億円の3分の2ですけどね、だから、3分の2が140億ですか。140億、まあ、最近、まあ、コロナ対策の、なんとかとかでね、予算の中で、何千億とか、どうのこうのとか、皆さんよく聞いてると思うんですけど、こんな日本にとっては大した額じゃないので、まあね、まあ、いろんな、いろんな、事情はあるんでしょうけども、まあ、ふとね、まあ、素人的に思うのは、その140億、日本が全部ね、中国に叩き返してね、で、トンガの復興を助けながら、細々とトンガからね、それを返してもらったらいいじゃないかとかね、もう単純にそう思います。まあ、難しい話は置いといてもね、そしたらね、なんていうんですかね、中国の影響力も、取り除けますし、まあ、トンガの国民のためにもなるんじゃないかなと思います。まあ、あげるんじゃ、まあ、もちろん支援でね、一部支援してあげたらいいとは思うんですけど、まあ、返してもらうので、別に、日本にとってもね、悪い話はないですし、よく自衛隊がね、海外、まあ、中東の方とかよく行ってね、なんか支援したりとかして、現地の人と一緒にね、まあ、鉄道引いたりとか、いろんなインフラ作ったりとかしてね、で、現地の人にとても、感謝されて、自衛隊帰らないでっていうね、デモが起こるぐらいのね、そういう素晴らしい活動して帰ってきてますけども、まあ、同じような感じでね、トンガの復興に日本がすごい力をね、貸してあげたら、まあ、結局はリターンもあるし、何もマイナスはないと思うんで、まあ、ぜひそういうのをね、日本の国として考えてほしいんですけども、まあ、さっき言ったように、岸田さんの低たらくでは、ちょっと難しいかなっていうのがね、とても残念です。まあ、おそらく、まあ、安倍さんとかね、菅さんとか、まあ、高市さんとかでしたらね、すぐに何らかの声明を出してね、すぐに動こうとすると思うんですけど、まあ、ここでね、差が出ましたね。岸田さんなんか人の話を聞くとか言ってね、聞かなくていい人の話は聞いてね、聞かないといけない人の話は全く聞いてない感じですけども、まあ、増税も考えてるような、ことを節々に言ってたりするんで、まあ、本当にね、日本の国民のため、日本の国のことを何も考えてないなと。あと人道的なことも何も考えてないなって、本当にね、思ってます。と、まあ、首相批判はやめておいて、まあ、ついそっちに走ってしまうんですけどね。まあ、今日はちょっとトンガの話なので、だから、できるね、復興支援とかね、やっぱり、俺たちもしていきたいなと思いますし、まあ、さっき言った中国の債務の話とかもね、ちょっとニュースになかなかこういう話出てきませんけども、みんなちょっと頭に入れておいてほしいなと思います。まあ、そういうのをね、ちゃんと発信するような政治家がきっといい政治家だと思いますので、まあ、日本の国とその周りのまあ親日国とね、一緒に発展していけるようなまあそんな、ことをね、世の中のみんなの人がみんなそういうふうな、意識を持つと、まあ、政府も変わるんやろうなと思いますので、ぜひそういうのを、考えてみてください。ということで、今日は真面目なお話でした。それではまた、バイバイ。